はい、どうもこんにちは、なっちでございます。今回はですね、ボーマ降臨に、連れてってくれる方がおりましたので、ボーマ降臨、実質、ソロプレイ、初見プレイやっていきましょう。セルケと一体なんかね、噂によるとそんなに難しくないらしいですね。はい、ありがとうございました。ということで頑張ります。なんかそんなに難しくないよって話を聞いたんで頑張ります。裏でもないんだね。毒耐性もあるんで、とりあえず頑張ってみましょう。そう、ダンジョンもね、壊滅級ってことで、そんなになんかぶっ飛んでないらしい。あの性能でね、しかもね。周回のことを考えたのか分かりませんけど、普通だね。で、階層も5階層ということですね。まずはね、まずはセルケトですから、新キャラが出てからが問題なんで、まだわかんない。これやばいかなあ。オッケーオッケーオッケー。これで、コンボ吸収とターゲットだよね。だよね。ここ一旦待とうかな。75% 剥がしてから殴ってみたいと思います。何してくるか全然知らないんですけど、まあ大丈夫じゃないかな。大丈夫そうですね。クレアに弾きません。まさかの、そこは弾いて欲しかったですが、多分倒せると思いますので、上行くんで。タッチペンの滑りが悪すぎる。なんだこれ、たまにありますよね。タッチペン使ってる方わかると思うんですけど、滑るときとさ、全く滑らんときさ、これ何がどうしたらいいんでしょうね。かぐや姫、これもなんかチャレダンかなんかでね、出たことあったよね。違ったっけ。見たことない気がしなくもない。おで使います。で、根性がありますと。まあ50張ってるし、とりあえず3出し殴ってみようか。そんなに柔らかいとはね、思えませんので。さあどうだ。盾も張っちゃってるからね、サマソも使えないし、意外と柔らかいし。何がしたいの、あなたは。あなたは何がしたいの。え、こんなんだったっけ。全然わかんないけど、毎回やってくる感じこれ。だからこんな柔らかい感じ。根性消えていく。覚醒無効だからさ、もうどうしようもないじゃんね、それはね。消せないもんは消せないから。うざい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 、この子うざいよ。うざうざ、めんどくさい。え、こんなんだったか。わからん、全然わからんけど。あー、なんだこいつ、なんだこいつ。オデドラが、それね、オデドラのバインドが溶けるまで頑張りましょうみたいな、そんな感じです。ここでまた覚醒無効してくるようだったら、その落ち込みは何なんだよ。あ、してこないんだ。ちょい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 、バインドの場所がおかしいでしょって。悪意を感じます、私。まあ耐久はできてるんでいいんですけど、これがずっとさ、ねえ、毎回オデはやってくるんだって。ダメージも入って、なんなんだよその落ち込んはよ。そうなるやろ、普通だね行動が。まあ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 、勝手にやっとけ、それはそれは勝手にやっとけなんだが、またそれやるんだ。とりあえず75消えないと何もできないから、一旦待つけど。
わけわかんねえ。なんかわけがわからん。どっちかっていうと。はい、やると思った。おーで使う？おーで使うしかないよな。まあそれも外れるんだけど、ここで使う予定ではなかったんだって。腹立つ。何こいつマジで。何なんだこいつ。いや無理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 、もうこれはクロノス案件ですよ。これ使って回復、ストームライトリング、ストームライトリング、やば、クロノスのスキル腐っとるやん。マジかよ、さっき変えたのにそのクロノスを変え忘れたんですね。僕がちょいちょいやるやつですね。これはもう死んだんじゃないか。あ、耐えた耐えた耐えたが、しかし耐えたが、しかしもうどうしようもない。これどうだろう、ここでワンパン、いやでも多分倒せないよな。はあ、ちょ、こいつに負けんのは悔しいけど、もう一回張ってもらうのも申し訳ないんで、とりあえず死にまーす。ちょっとかぐやさん意味がわかんなすぎるわ。最初にワンパンしろってことだったのかな。生きてる生きてる、ちょっと待てよ。まだ生きてるぞ。まだ盾張ってるよね。ここでそれをしてくれたのはありがたいんだけど、そういう問題ではない気がします。4万ですよ。あ、生きてますね。なんとか生きてますね、まだね。きついきついきつい。ミミズがバインドされている。延長もできない、まあ、火力が出ないのは助かるんだが、延長できないのが地味に痛かったり。いやー、次にあのなんか回復変換的なやつ来たら終わりますね。いいね、いいんだけど、おーで貯めたいね。こうバッケス使うか、もうこいつにだけは負けたくないわ。これでバッケス使って、もう使います。もう、かぐやだけは許せない。私。わけわかんなすぎて許せないんで、倒しましょう。頑張って。追い打ちはもう必要ないんで、ウェイ組めばいいので、闇に回復でいきますか。回復で、こっちからウェイ組ん、ちょんちょんちょん、ウェイ組んで、まあ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 。多分いけると思う。さっきの感じ。てか、エンハがありますもんね。うわ、マージでももう、マージでしんどかった。負けないからね。なんだ？神とマシンがどうのこうの。50% 減ね。もうゆっくり行きましょう。こっからは。ね、わけのわかんない行動しないでくださいね。お願いします。生きてんの奇跡だよ、マジ。よくあそこからね、耐え切ったなと。柔らか。倒すよ。よろしいか。よろしいか。倒すぞ。こいついけそうだ。いきまーす。ウェイが組めないのはちょっと残念ですが、水をウェイにして。ほい。てかみんな盾張るからさ、サマソがね、サマソがちょっとね、どっかでね、使って、変換として使いたいよね。立て張るな。雲やった。75。お！いけますね。ここでじゃあ、サマソ使っちゃいましょう。次だもんね、なんだかんだ。よし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 。無様ではありますが、ここまでなんとか来ております。で、ハトホルは威嚇2回入れていいんで、さすがにボスが立て張らんってことはないと思うんで、ここは2回入れることにして、まあ、ちょっとずつね、水にしようかなぐらいで。行動が変わるようなターン数でもなかったし。
さすがにね、一ターンのキャラが変わったはないよね。逆に2ターンとかになるんですかって話だもんね。そんな硬くないよな。アルテミスパーティーでこんだけ減るってことはさ、そんな硬くないよな。闇を置いて、こんな感じでいいんじゃないか。組めてるんじゃないか、向こうね、大丈夫そうですね。真ん中とかじゃなくてよかったね。雲の位置がまあ悪くない。いつまで耐えれますか。なるほど、ちょっと待とうか。この回復半減が残った状態でボス戦には行きたくないので、ちょっと様子見ます。あ、そろそろちょっとハトホルちゃんやべえなと思ったとこで使いますね、威嚇をね。弱いもんね。まだいけそう。光がこうあって、でこうしてこうしてこうしてこうかな。水が消えてないかな。消えましたね。7コンボ入ってこうなって、ちょっとずつ上がっていくパターンね。威嚇します。あ、なるほどなるほど、そういうことか。勘違いしてました。そうだね。あ、でも超覚醒はこれ対応してんのか、もしかしてソロになれば。わからんけど、まあいいや、変換だったのか。なるほど。まあでもちょうど雲も消えるんで、水もあるんでいいや。いきます、このまんま。変換は返ってきそうだしね。バッケスは諦めましょう。じゃあセルケトも結構危なかったってことですよね。なるほどね、ここで決めないといけないわけか。そう言われるとちょっと怖くなってきた。ここで火、いや、ここで火、闇、それがいいよね。そこ火でしょ。なんでこの水持って、この水持ちの、この水持ちの、ここ闇の、まあこんなもんで。7来ないのは予想外だけど、いけません。優しかった。威嚇があったらここ大丈夫そうですね。よし、では目覚めあるうちにボスに行きましょう。回復のね、あれが消えないのは計算外でしたが、大した問題じゃねえ。ダメージも大して受けてないしね。ただ黒の巣のスキルが腐ってるっていうのが問題。ま、それは完全に僕のミスです。あ、それは大丈夫です。OK! ボスまで来ました。ストームライトニングはもうヘイストとしてね、動くんかい。あ、動くんかい。そうかそうかそうか。動いとったな。わーお、わーお、これ使っていい気もするけど、なんか回復で使えそうだから一旦やめとくか。なるほどね。操作短縮からの爆弾で協力プレイ的な感じですかね、ハトホルト。まあ、とりあえずじゃあ爆弾消しまして、割合とかさえなければね、あ、ありがたい、ありがたい、割とね。あ、そんな硬くもね。はい、割合、まあ、早速来ましたね。やってやりましょうって言わんばかりに割合が飛んできましたが、まあ、大丈夫そうじゃね、今んとこ。回復さえしっかり降ってきてくれれば、ワンチャン A 波も溜まるって可能性がありますし。ただね、その毒がね、100じゃないのがちょっと怖いんですよね。結構やばい。ダメージ結構やばくない？まあ、ユースケで無効貫通する時代ですからね、みたいな。そういうのはいかんよ。そういうのは。そういうの良くないよ。無効化を張るって情報すら僕にはありませんでしたので、買ってお邪魔からの、そう、これが強いんだよ。そのなんか副効果的なやつが一番強いんだよ。
この5こげしでギリ耐えれるかってとこですかね。あとは落ち込んで少し乗っていただければってとこですね。4つになっちゃいました。落ち込ん乗らないということは耐えた。ここではストームライトリングでちょっと回復しましょう。これがなヘラクオーディンだったらもうちょっとなマシだったんだけどな。残念なことに誰かさんがミスるもん で回復力もなんか対してこれバッチが多分効いてないんですよね。それだよ、なんか低いと思ったらそれだよきっと。ナイス、ちゃんと弾いてくれてはいる。ただ変換する暇がないんだよね、全然ね。オデがあるんで、まあ、最悪で。バッケスもそろそろ来そうなんで、それまで踏ん張るか。いきまーす。なんならね、先に変換してダメージを与えちゃった方がいいっていう説もね、ありますもんね。落ち込んとりあえず、回復回復。素晴らしい。どんどん回復ください。地獄の門。ヒードロップを消せなくなった。ヒードロップが落ちやすくなった。それはね、変換していけばいいので、一旦ここは様子を見て、次のターンからアルテミス使えばね、目覚めも消せれば、さらにヒードロップも消せますので、火が消せないのとは相性がいいですよ。はい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 。なんか火力高くないですか？ちょっと。使いますよ。使って、まあ、多分耐えれそうなんで、まだ。今6万5000だったんで、行動さえ変わらなければ耐えれますので。かといって、ここでオデドラを撃つほどね、かけれませんので。落ち込ん来ない。回復もない。火力が出ない。からの、だよね。バッケスエンハンスを打ちます。打たせてください。バッケス打ちたいですね。バッケスからのオデも打っちゃいたいですね。そうするしかないね。もう攻めるしかないよね。だって回復作る方法はないので、バッケス使って、でオデで盾も張る、で攻める、4-4 ですね。いきましょう。お邪魔があったらさようならみたいなないよね、さすがに。さすがにね。ちょっと色が悪いな。ナイス！さあ、どうだ？あー、ゴンゴン言うんだ。それは言っちゃうんだ。オッケー。攻めてけ、攻めてけ。体力があるうちに変換していけ。で、7コンボをね、ちゃんと組まないといけないっていうね、ことがありまして、当たり前なんですけど、それをね、できてないなと。は。は。これでじゃあ、A 派がないなら、ちょうどいいんじゃねえかっていう。これぐらいで。あ、いいですね。回復もある。よくわかんないな。なんかお邪魔すごかったね。スポーン。ちょっとめんどくさくなってきたよ。様子がおかしいよ。とりあえずどうしようもないよ。なんか簡単なのか難しいのかようわからん、このダンジョンは。なんか簡単ではないよね。難しすぎなくもないよね。すごいなんか表現が難しい。黒煙、ナイス。回復あった。一個ありますね。回復で、真ん中に作られるのちょっと困るんだよな。掘り出していきますか。とりあえず回復は絶対なんで。回復は絶対。木が出てくる。まあ、これでいこうか。ちょっと厳しい。ちょっと厳しい。さすがに厳しいものがある。なんでそんな回復していく？裁きの時、遅延ね。クロノスで回復します。多め。ナイス。
なんだこの戦いは。いつも通りといつも通りですけど、回復が3コンボはないと。3コンボはないのね。ないですよね。なんで落ち込む来ないんで、この状況だと光をそこに埋めて4つで消してって感じだよな。 OK です。なんかようわからんパズルをしました。はい、雲消えます。コットンで回復ですかね。なんなんだよこの作業は。水だっけコットンって。どっちが回復？火が回復だったら超ありがたい。逆だ。2コンボはでかいよな。でもな、2コンボにしましょうね。邪剣ね、邪剣2コンボにして変えましょうね。とりあえず何が変わるんだって話ですけど、正直限界だとは思ってる、思ってるけど諦めたくはない。落ち込む来ないからミラクルもね発生しないわけですよ。なんか生きてんだよな。覚醒無効になりました。ただ一旦です。にしても無理だと思います。すごい落ち込みが来ないと無理だと思います。行きましょう。すごい落ち込ん、すごい落ち込ん、あー繋がってる、すごい落ち込ん、さようならですかね。はあはあ、いやーよくわからん、よくわからん。水がない、どうしたらいいんだろうな。なんかね、難しいよね。ちょっと消しすぎたらゴンゴンいっとったし、無効貫通がやっぱ安定なんですかね。一応アルテミス悪魔キラー触れますし、攻撃なんで武器つけてってこともできますんで、無効貫通がもしかしたら安定なのかもしれません。水作れるんかいお前。もう攻めるよってことで、まあ濃紺はね自分でゲットした時に頑張りましょうという感じでございます。今はまあどうしようもないです。まあでもいけなくはなさそうですよね。そんなにね、あのディアラとかレーダー流ほどぶっ飛んではないですね。ここに来て弾かなくなりました。辛いです。これ弾かないのは正直死です。いやクロノスが来るからワンチャンある。結構回復しちゃうんだよね。しかもね、遅延ね。ほんじゃあ、ほんじゃあ魔王でももう使っていいから。いやでもどうだろう、ここで死んだ方がいいのか。まだ耐えれそうだから王で使って、これ使って一旦回復だ。まあ、クロノスの継承が間違えてなくてもちょっと分かんなかったですね。これはダンジョンデータが分かんなかったですねって感じだね。そもそもね、ちょっとここに来て弾かないのきついって。もう攻めるしかないって。合流します。まあこれで相打ちかな。また相打ちではない、こっちが負けるんだ。はいはい、ちょっとこいつの火力高いよね。回復バッジ使えないの痛いわ。多分発動してないんですよね。盤面めっちゃいいんで倒します。倒せるか分かんないけど倒します。回復持ってこい、回復。ちょ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 、もうちょっとなんかできたよ、もうちょっとできたよ今のは。あー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 、すんごい回復した。毒も弾かなくなっちゃった。つらい。
もう勝てそうなのに、この地獄。なんだかんだ地獄。あ、ありがとう、落ち込ん。落ち込んはなんかすごいね、今回。優しいというか。はい。はい。さあどうだ、また欠損かよ。大好きやな欠損。毒も弾かないもんね、絶対って言っていいほど。繋げましょう、なるべくなるべく繋げて。で水降ってくるなら頑張って消したよ。あ、そのパターンもあるんだ。じゃあまたここまた欠損ですからね。でもコットンの倍率が出るんで、悪くはねえんじゃねえかと。で、コットンの倍率が出るということは、回復が上がってるんじゃねえかと、私は思いました。これはズバリ、正解ですね。やった！やったぜ！白煙。弾いた！ここで弾いた。押せ押せ押せ。押してくれ。はい、ワンチャンあるよ、ここワンチャンあるよ。ウェイナイス、ワンチャンワンチャン。オーケーオーケー、全然オッケーじゃないけどオッケー。はい、ということでボス戦は無効貫通がね、まあ、このパーティーでできるかわかりませんけど、多分それが安定なんじゃないのかなとは思いました。とりあえずプラスなしでゲットできたんで、まあ OK かな。いやーもうね、かぐや姫も、いやかぐやだわ、どっちかっていうとかぐやがやばかったわ。ボスまで濃厚でいけただけよかったと思うわ。ってことでまたガンフェスの幕張のやつでもしかしたら全部一気に配布ってこともねあるかと思いますんで、それがあったらリベンジしましょうと。ちょっと悔しいね、勝てそうだったもんね。ってことでした。はい、終わりです。ありがとうございました。